東大先端研のゲノムサイエンス分野の山中と申します。今回ギャラクシーでよく言ってる話なんですけれども、リプロデューシビリティ、ワークフローの再現性、再利用性というものを高めていきましょうと、ギャラクシーは言ってるわけですね。で、今日午前中のワークフローの中にもあったと思うんですけれども、違うピークコーラーを使いました、違うマッパーを使いましたといったときに、チップセックのデータから出てきたピークの数っていうのもまあ全然違いますと。もちろんこれデータ、生データ見ればみんな同じなわけですけれども、こういったものをどうやって解釈していきますかと。少なくとも、どのツール使ったか、どのバージョンのものを使ったかっていうことぐらいは、知っておきたいですねというのが、今回の趣旨です。で、皆さんのパソコンにそういったものを、ツールを入れたとしても、そこに入っているツールのバージョンは違うかもしれませんし、パソコンによって違うかもしれないと。で、その辺のことっていうのは、もう少し気にしてもいいんじゃないの？だってこんなに結果って、見た感じ変わるんだからというのが、私の、言いたいことですね。で、これはパソコンにインストールすればもちろんそういうことは起きますし、スパコンなんかでですね、クラスターでやった時にも、自分のそのクライアントから投げたジョブっていうのは同じように見えていても、そこにクラスターのそれぞれのノードに入っているバージョンの違うツールが実行されれば結果は変わってきます。で、そのようなその環境依存性ってものをもう少し考慮していきたい。で、今回ワークフローって言ってるんですけども、ワークフローって言ってるのは何ですかと。で、こっちの方がツール一つ一つツールのバージョンがありますと。で、それと同時に実行時にはそのパラメータを与えてあげなきゃいけない。で、そうすると一つの実験結果をワークフローを流しましたといった時には、これらツールのバージョンだとかパラメータってものを覚えておかなきゃいけなくなります。で、じゃあそのワークフローを保存しておけばいいじゃないかと。で、どっかに保存しておけばいいだけでしょと。そしたらそれ他のところの実験室でも使えるでしょうと。っていうんで、ギャラクシーがあります。で、ギャラクシーに、ワークフローを載せれば、僕らからすればちょっとコマンドラインでできないのはめんどくさいんですけど、ポチポチやった結果、ワークフローっていうのはそれはちゃんと残ります。で、他のラボにも持っていくことができるはずです。で、そしたら、他のラボで同じ解析を再現してあげることもできるはずです。でも本当にそれ再現ってできるの？ギャラクシーだけできるのって言われると、私も3年間ぐらいギャラクシーやっていて、できないなと。というのも、インプットがあってアウトプットがありますと。で、ギャラクシーっていうのは、OS の上にギャラクシー入れて、他のソフトウェアも入れて、ツール入れて、ワークフローその上に載せるわけですけれども、それが何か弾みでマシンが壊れちゃって、もう一回じゃあ再構築しました。同じもの作ったつもりでいるんだけど、ツールのバージョンが一つだけ違いましたって言ったら、他のもの出てきちゃうんですね。で、同じように、このワークフローを他の実験室に持ってきたいと思って、自分で作ったワークフローをこれあげますよと言っても、他のところで作ったもの、ツールのバージョン違ったりすると、そもそもワークフローが乗ってくんないと。ワークフローをギャラクシーがインポートしてくんないと。で、こんなことではもう全然、共有っていうのは難しいなと、無理だなというんで、とりあえず固めるしかないだろうと。少なくとも私が作ったギャラクシーを他の人に使ってもらいたいときは、それを、仮想マシンに固めて、で、それで配布するしかないなと。でもせっかくこれ作るんだったら、他にもギャラクシーやっていらっしゃる方いるので、皆さんで集まって一つのその仮想マシンを作っちゃおうと。そしたら配ったらみんな他のラボでも使えるじゃないと。で、言うんで、一つの仮想マシンをメンテナンスするっていうのを、去年の終わりぐらいから始めました。で、そのためにコミュニティが必要ですねと言うんで、毎月1回集まって、みんなガヤガヤやって、ワークフローを載せていくというのをやり始めています。で、これをもう半年ぐらいやっていて、で、その結果一つのこの、バーチャルマシンができましたので、それを使っていただきたいなと思って、ワークショップをやらせていただきましたと。で、これだけあっても使い方はわからないので、ちゃんとウィキに使い方まとめましょうと、これ何やってるのかまとめましょうと言って、まだ不完全ではありますが、ある程度コンテンツができてきたかなと思ってます。で、これを皆さんに使っていただきたい。で、いろんな場所で使おうと思ったら、もちろん、今日みたいにラップトップに入れて、入れ方を皆さんに知っていただくっていうのももちろんですし、それ以外にも Amazon の上で使えば、すぐに立ち上げられるし、今日みたいに、私今日10台ぐらい朝立ち上げたんですね。で、そういったこともできますし、それから今後はやっぱりスパコンの上でも動かしたいというので、今日も来てらっしゃいますけど、遺伝研の方とか情報研の方に、この全く同じ
だからギャラクシーノートブックで動いているものと全く同じものをですね、スパコンでも動かせるようにしたいと思っています。で今日はまあ、いつも月1で集まっていらっしゃる方皆様に来ていただいていますので、このオーガナイズをしている太田さん、ちょっと加藤さんという今日は理研の加藤さんが急遽なんかお休みになっちゃって体調を崩しちゃって、それで司会を今、急遽太田さんに交代してやってもらおうと思ってます。でそれ以外にもこのワークを作った方々皆様と、それからあと、ラボにこのサーバー入れてギャラクシー動かしたいなっていう時のために池田さんとか鍋さんとか、多分質問したらいろいろ答えてくれるかなと思ってます。でアマゾンの吉原さんという方にもお越しいただきますし、あと情報研遺伝研の方にもお越しいただきます。でなんかちょっと PC で、まだ設定うまくいかないよとかいうのは私が対応しますので、今日一日いつでも読んでください。であと先ほど言ってたミートアップは毎月ありますので、でウィキにちゃんと書いてますので、皆さんぜひお越しください。ここで大体ここでやってます。で来られるときにいつメールいただければ用意できるのでいいかなと思ってます。で開発される方もそうですし、こういうワークフローを載せたいなという方にもぜひ参加いただきたいと思ってます。でもともとピタゴラギャラクシーっていう名前で始めたんですけど、これちょっとあんまり評判良くなくてふざけてるみたいだって言うんですよ。で特にお偉い先生方が、でなのでちょっとねこうワークフローとか分かりやすいかなと思ったんですけど、コミュニティギャラクシーっていう名前に変えようかなと思ってます。ただ作ってらっしゃる方がみんなピタゴラギャラクシーって気に入っててピタゴラピタゴラって呼ぶので、今日はまだピタゴラかもしれないです。はい、まあ、そんなところです。今日一日よろしくお願いします。